はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリーです。今から始めるドラクエ10続きやっていきたいと思います。本日一緒に行っていただくのは、ジャックさん、小野田さん、トモさんになります。でね、メインストーリーの続きをやっていこうかなと思ってまして、恵みの木のね、先に行けるように、なんかなってますね。なので今こちらの方に来てみました。ここなんか行けんのか、ここなんかあるかな。あ、宝箱ありましたね。エルフの飲み薬 OK。 じゃあ早速ちょっと行ってみたいと思います。まあ迷宮かもしれないですね、まだね。ムービーになるかな。あ、ムービーになりましたね。お、これがなんとかの塔ってやつか。あんだけ俺たちが止めたのに、やっぱり姉ちゃんは誰だ。あー、弟。こんなところで出てくるとはな。だって姉ちゃんは何なんだ。このナドラガンドで死んじゃうんだから。なんだと、ナドラガンド、しかも死んじゃうと。この大事な時に邪魔が。お、なんだこのキューブは。ルービックキューブみたいな。今ならまだ間に合うかもしれない。だからこれ以上この世界には。何なんだ。ここから私もあなたと一緒に向かわせていただきます。おお、でも邪魔が入ったと言われましたね。エステラが邪魔だと。まあとにかく弟がなんか関連してるんですね。これ通れるかな。あ、通れた。あれ、先に塔に向かえばいいんだよね。今回はこの辺うろうろして終わりそうですね。あれ、これどっから行くの。まあなんか結構魔物がいるんだけど、こっちが気になるよね。宝箱ありそうだもんね。まあちょっと久々にフィールドをうろうろしてみましょうかね。この先もまだなんかあるんだ。おっと、宝箱はあったけど、なんか強そうだぞと。隠しのカードいらんわ。そうそう、昨日ね、動画をね、した敵かと思った、ピキンっつったから。昨日の動画はですね、あのブロックされてしまいまして、出せなくなっちゃいました。行ったのはですね、あのドンモグーラの、まあ迷宮ですね。迷宮でドンモグーラに行ったんですけど、それがねブロックされちゃいました。しかもドンモグーラがブロックされたんではなくて、全然関係ないところでねブロックされちゃいまして、え、こんなところでっていうのがブロックされちゃったんですね。よってあった動画がなくなってしまいました。困難攻撃に強くなる。
どこでね、ブロックされるかわかんないんですよね。またね。ある意味気まぐれのような気もしてるしね。どうなんだろうって感じの。これ、ちょっと戦闘避けらんないかな。よし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 。キラキラも拾いつつ。ついた。ここみたいですね。赤い人がいる。お、こうルーラー登録できんじゃない？シスターですか、この人。何これ、見定めるために。受けたいですか？いいえ。あ、よかった、先に家にしてよかったですまずルーラーを登録したかったんで、先に家にしてよかった。どうしよう、イーサの裏をもう切ってもいいかな。アペカ、アペカ村もいいか。第一の試練って戦闘でしょう、きっと。ちょっと待てよ、バトをガンガンにして、賢者はバッチリ頑張りでいいか。これでじゃあちょっと行ってみますか。当然ここは入れないんだろうな。固く閉ざされている。じゃあ試練とやらを受けていってみましょうか。勝てるかな。アンゴラーを倒すと手に入る第一の試練参加パス。アンゴラー、アンゴラーってどれだ。さっきその辺にいた敵なんでしょうね。あっちの赤い方じゃないかな。こっちじゃないかな、アンゴラーって。やっぱり見破ってない。強そうだ。強そうですね。とりあえず見破りましょう。わ、2匹も出てきやがった。マジかよ。強そうだと言われたからな。とりあえず一発ちょっと入れてみるか。どのぐらい入るんだ。800入った。死にそうですけど、これヒャドンデスはあれだろうな、あんまり入んないんじゃないか。そうでもない。押した押した。意外といけますね。確かに強いけど。さて1回で手に入ったんでしょうか。入った。経験値も意外と欲しいですね。とりあえず第一の試練は簡単だった。で、当然第二、第三とか試練があるのかな。良いでしょう。それではこれより、これより第一の試練を始めます。マジで？あなたに資格があるかを確かめるため3つの質問をしますので、問いに対するあなたの答えを教えてください。え、そういうやつ？
通資格じゃないのか。続いて問いに、あなたは遠くから弓矢でいられましたが、とある感覚が優れていたおかげで気づいて乾かすことができました。視覚、聴覚、嗅覚、味覚。普通は視覚かな。最後の問いです。あなたの職業の、さてその新職業は何だった。忍者、商人、学者、失脚。忍者が好きだ。マジかよ。四角い紙切れに四角、まず試練のパスは四角みたいだ。天に向かってなぜ祈りを捧げる必要がある。四角、これは合ってるでしょう。じゃあここを聴覚にしてみましょう。聴覚にしてみましょう。でここに、忍者のままでやってみましょう。マジか。うわ、これもしかしたら詰まったんじゃないのか。四角、ここはいいでしょう。まあ四角のままでいってみましょうか。じゃあ四脚、おめでとうございます。さまざまな四角やっぱり四角と四角。ダジャレか。十分に冷えたようですね。これだけの寒さに耐える精神があれば何なんだ。はい、ということでですね、いっぱいいるなこの辺にしようか。ということでですね、最初の資格を得ることができました。みんな映んないね。クイズでしたね。しかもダジャレでした。ネタバレになっちゃいましたねで次回はね、ちょっと塔の中の方を入っていきたいと思います。また何回かに分けてね、塔の中を攻略するようになるかな。ということでね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。